台風19号によってて大きな被害が出ししまいまいた、えー、今朝のニュースだと亡くなった方が今66人ですね。えー、ということでおそらくもう少し数字が大きくなってしまうのかなと思うんですが、えー、自分のユーザーの方の中でも、まあ、被災された方がいらっしゃいましてでその方々はですね何人かから連絡をいただいて、えー、非常に今災害ボランティアが足りていないと。 でそれをよかったら動画にしてくれませんかっていう話をいただきましたので今回、その話をさせていただきます。で、その募集してますよっていう話と、自分4年前にですね、あの茨城県の鬼怒川があの堤防が決壊して氾濫したときに災害ボランティア、参加させてもらったんですが、その時の経験から、そのもし参加するのであればこういったことが大事だよっていうのを、本当、ちっちゃな経験ではあるんですけど、そちらもお伝えできたらなと思ってますので、よかったら最後までご覧ください。 でまずはですね災害ボランティアはどのぐらい募集しているのかという状況なんですがえ下の概要欄にもリンク貼っておきます、えー、全社協の被災地支援災害ボランティア情報というサイトがありまして今ちょっとそれを見ながら喋らせてもらうんですがそこにですね毎日更新されてどこの、えー 都道府県のどこの団体がボランティアを募集してますよっていうのが一台になっております都道府県で行くと今岩手県宮城県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県東京都神奈川県新潟県長野県 そして静岡県、こちらで募集をしていますで。その都道府県の中でもかなり細かく分かれているので、よかったらご覧ください。でですね、えー、募集に関してなんですが、その参加するには、えー、と条件があるとかも結構あります。例えば、えー、と長野県の中でもな、長野県にお住まいの方のみだったりとか、その市町村に住んでる方のみとか、年齢制限があったりとかする形もあるので、そちらはあのリンクがね、全部貼ってありますので、そこからリンクで飛んでもらって、そちらの、えっ、ー、と、 このサイトから飛んでもらった先で詳しく情報を把握して参加する市内を選んでもらえたらと思います。次にこちらをご覧ください。これ、あるサイトからお借りしているものなんですが、水害ボランティア作業マニュアルといって、その水害ボランティアするときに服装です。こういった服装を準備して参加してくださいっていうのが載っております。で、もちろん全部揃えるに越したことはないんですが、この中でも個人的にね、自分も前回水害ボランティアで参加しているので、 絶対必須だと思うのが長袖、長ズボンそして長靴とヘルメット防塵マスクあった方がいいですあの結構あの何だろう、一周したりとかあの吸ってしまうので、まあ、そういったものあるんですが普通に、ね、半袖、半ズボンでスニーカーで来る方とかもちょっといるんですよ。ちょっといる でなんでまずいのかってそれがい,やいいじゃんって思う方いるかもしれないけどなんでまずいかって普通にねこうまあ決壊していろんなもの流されてくるとでその道端とかにも泥の中にいろんなものが流されているので鋭利なものがあったりするんですよ。でそれを普通のスニーカーとかで踏んでしまうと下手すると貫通して足怪我するんですよね。 でボランティアに参加してもちろん普通にねちゃんと準備して怪我した場合っていうのは違いますけどその準備不足によって発生した怪我っていうのは余計な仕事を増やすだけなんですよそっちのそんなところに営業けたくないんですよ本当はなのできっちり準備する長靴に関しても普通のレインブーツとかではなくってすごい底が厚くって貫通しないのがあるのでそういうのを用意して是非参加してください 実際4年前に参加した時にはその自分がね行かせてもらったお宅はですね床上浸水までしてしまった家で,でもちろんそれを外に出すっていうのもやったんですけど主には、えー、と1階部分の床の,その上まで来てるから床下が全部浸水してるんですよねでその床下にみんなでこう潜って泥をきれいにかき出して床下をきれいにするっていう作業をメインでやりましたでやっぱり狭いところに入りますし膝とかもつくのできっちり長ズボンに関してもそのちょっと厚手のね 長ズクモンとかで行くと余計な怪我をしなくて済みますのでぜひねあの服装を基地揃えてください。で最後にちょっとリテラシーの部分になるんですけどあの自分が現地で行った時にもえって思う人がいてでお話伺ってる時にもえっていう話があったんですけどまずですねあのおそらくあのどこのボランティア行ったとしてもその現地で写真を撮らないでくださいって言われます当然ですよねそんないや何のために撮るんっていうちょっと起きますね話なんですけど。 いるんすよね自分同じグループのおじさんにいたんですけどなんで撮ってんだろうと思ってあとは楽しそうにやっぱペチャクチャとその参加した者同士で楽しそうにしてる姿っていうのはやっぱり違うと思うんですねで一番自分がその時に許せなかった話がね聞いた話が現地に来てさっきあの多分水筒ってあったんですけどやっぱペットボトル持ってくる方多いらしくって来た方がペットボトルを捨てていくと現地に。 あり得ますボランティアに行って,てでもちろんねこれを見てる方が「いやそんなことしないな」って思う方多いと思います、ね、だからそうなんですけどでもそういったこともあるのでいろんな人がいますなんかいろんな,なんか許せないこともあったりはしたんですけど、まあ、そういったことも含めてあの被災した方被災された方が一番心苦しいというか辛い思いをされてるのでそこをしっかり配慮していただいた上で 参加してもららえたらと思います最後に今回はボランティアの話をさせてもらいましたが募金の動きも広がっています。 ヒカキンさんがね、詳しく動画に紹介してくださってたので、そちらリンク貼っておこうと思うんですが、私もそちらの Yahoo 基金、Yahoo 募金かの方で募金させてもらいました。こちらはクレジットカード、もしくは T ポイントを使って100円から募金することができます。100円だけと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、100円でも1万人が募金したら100万円になります。10万人が募金したら1000万円になるんです。なので、もし自分のたった100円なんかでって思いでちょっと立ち止まっている方がいらっしゃったら、そこはぜひですね、一歩踏み 見出して募金の方してもらえたらと思います。